せーの、ママビーズです。今日はですね、まあ、私が持ってきた企画なんですけど、なんかジンジンは実際150キロあるじゃないですか。今ピークが150で、ピークそんなにです。今もどうせ150キロなんです。146です。言い方まで一緒の申し訳ないなと思うんだけど、デブやん。全然申し訳なさそうじゃないよ。めっちゃくちゃ申し訳ない、ストレートすぎるなと思うんだけど、デブやん。ストレートだね。もうでも普通に生活してて、私デブだもん。じゃあ分かってください。あの普通に生活をしてて、私たちはジンジンの賞味3分の1ぐらいしか私は体重がないんです。違う表現でまたデブっていうのやめて。もう分かったから。私の3倍みたいな感じ。だからもういいです。もうデブって分かってるよ。だからデブって言うるさいな。で、何が言いたいの今日。だから、うん、私らが生活してて普通にできること、例えばやけど、まあ、三角座りをしてみるだとかさ、普通にできることや、私らは、うん、やけど私の3倍も脂肪を抱えて生活をしているあなたは、そういう普通の当たり前のことができないことがあるんじゃないかと思って。はいはいはい、はい、デブができなさそうなことリストを作ってきました。私何やねんほんま。9個ぐらいありますんで、それを今日は実際にジンジンにできるのかできないのかをやってもらおうと思って。それでできひんねたら、ほんまに自分の体の危機をなんていう、目に焼き付けるじゃなくて、何ですか身に染み、身に染みて感じてほしい。もうすでに身に染みてる場合はどうすればいいですか。早くダイエットしてください。それを今からやってもらいます。ここで、ここでここでできること。ああ、ほんま、うん、はい、バンジージャンプとかないのです。ここにバンジージャンプは紐が切れるんでなしにします。あ、よかった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 。さすがに紐切れて知られても困るし。そう、あユニバのジェットコースター乗れないんですよ。だからユニバ一緒に行ったのにジェットコースター乗られへんかったんですよ。もう悔しい。ご協力いたしました。ということで、じゃあ早速やっていただきましょう。スクリーマと貸させていただいたんですけど、はい、このマットというかね、うん、この上でやっていただきます、はい、ちょっと体育系が多いかもしれない。だからこんなスペースを取ったりな。そう、体育でやることみたいな。まず一つ目、正座。正座は普通にね、まあ普通にこちら見本を見させていただきます。こちら見させていただきますね。見せさせていただきます。こちらが、普通の正座でございます。はい、それではジンジさん、正座をお願いいたします。はい、ドゥン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 。できるわけないやん。もうできるわけないって。できるわけないやん、ほんとに。そんなんでも、サイズかしよう。カメラはみ出てる。成功です。素晴らしい。足閉じてるんか、耐えてるんかわからん。リクボンすぎて続いて、ね、続いていきます。じゃあ続いて、足を組む。まあ、こういう感じでね、足を組んでもらってこういう感じで、あの偉そうでやってもらっていいですか、ジンジンさん。社長さんね。はい、あの足をちゃんと組んでください。はい、わかりました。よろしくお願いします。それではどうぞ。昔やってたんだね、僕。じゃあできるって絶対。できるやろ、はい、やってみて。よっ。もう一回お願いします。すいません、これ何かのね、幻だと思うんですよ。すいません。はい、それでもう一回お願いします。いきます。はい。せーの。ちょっとこっち来い。カレーパンでは、ごめんね。
クリーム、あ、間違えた。俺カレーパン、ほんまに焼きそばパン、焼きそばパン、まあ、買ってこい、はい、30秒以内、はい、よーい、だそのさ、10、やめやす、その何、しかも10だけな、数えんのちゃんと9、8って言ってるのに7、6、2、1、はい、お待たせ、一回かかると、はい、遅れた、お前、次の放課後、もう出ろよ、お前。でも、焼き猿できたよ。嬉しかった。続いてですね、背中を描いてもらおうと思います。じゃあ、もう背中描いてなって思って、ここも描けるし、こうやっても描ける。いっぱい描けます。一方、デブは、せーの。描けてんねん、でも。え、描けないよ、俺。描けてんねん。今、え、描けてるこれ。いつも届かんから、壁の角とかでこうやってこうやってこうやってやってるんですよ。いや背中の真ん中とか書かれへんってこと。じゃあそうだね、三角でデブなんで、はい。じゃあ続いてはですね、腹筋やっていただこうと思います。見本にしようか、せーの。お家ができよう。できるできるできる、やばっ。足腹筋ちょ押さえてくれ、できるわ。いいよこれですね。いいよいいよ。はい、これでお願いします。はい、乗りました。はい、せーの。うわー、怖い怖い怖い。そう、よく言われるもん、150に見えないって。あ、それはよく言われてる、ね、そう、俺お尻触ってほしい。なんでお尻が今セクハラ。え、勝った、勝った、すごい、うん、筋肉やろ。続いて、でんぐり返しをお願いします。あの、前回り、はい、お願いします。え、じゃそんなこっちやったらもっとバーンってなんで、そっち違う。あ、はい、きます。はい、お願いします。せー、頑張って。怖い、うん、首をなんといてない。ちょっと待って、マジで怖い。何した、待って、体重全部圧迫されて首折ったらやばいもん。そうやな、うん、確かに。どうする、やめとく、大丈夫、怖い。待って、後ろ回りな、後ろ回りの方が怖いやろ。後ろ回りの方がいい、ほんま首が怖い、やっぱ前回り、ごめん。いや、後ろもや。いや、後ろもいける。じゃあ後ろでやって。何、後ろでいけるって。よ、はい、せーの。企画どこでごめんできひん、これ怖い、やっぱ怖い怖い怖い。すみません、首を折ってっていうのも怖いからちょっとやめときましょう。すみません、はい、じゃあでぐり返しアウトで、はい、はい、じゃあ続いてのあれなんですけど、続いては立ったまま靴下を履いていただきたいと思います。あ、わかりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。デブは靴下が履けないっていうのをよく聞くんで、はい、じゃあ汚い靴下をね、こちら脱いでいただいたんで、立ったまま履いてください。はい、立ったままですよ。失礼します。あ、履けんねや、普通に履けるよ。何それ、おめでとうございます。じゃあ続いて、あの、階段を駆け上がっていただきます。あの、走りながら階段を、あの、ダダダダダって言ったら、上から人がおって、なっちゃう、ジンジン早く来てって言って言われた時とかに、あの、駆け上がれないと、やっぱりちょっとシチュエーションちゃんとできてるのやめてもらって。そう、家の階段こちらですね。はい、駆け上がっていただきます。いきます。私ここからスタンバイしとくんで。はい、行くで。はい、よーい、スタート。ジンジン早く来て。あ、わかった。早く。どうした？呼んだ？ちょっともう一回お願いしていい？なんで？ちょっと面白かったからもう一回。お前遊ぶなよ俺で。もう一回。成功したやん。早く